こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来た MR アバターのゴキビですね、こちらの性能解説はまた後でやろうかなというふうに思っているんですが、こちらのキャラクターですね、よくよく考えてみると、正直これだけは絶対しない方がいいなっていうふうな、に思ったことがあったので、それについて話していこうかなと思います。まあ単刀直入に言うとですね、育てない方がいいかなというふうに思いました。こちらのキャラクター、闘技場で使うのであればですね、まあフルで覚醒させて育成した方がいいのかなというふうに個人的には思ったんですけど、まあそちらでの活躍よりもやっぱりですね、戦役での活躍っていうのを期待したいなというふうに思っています。で、戦役での、活躍を期待しようと思うと、正直スキル1だけなんですよね。スキル1で暴走聖護と影子、聖護ですねをばらまくっていうのを果たしてしまえば、正直ですね、戦役においてはもうそれだけでいいんですよ。で、まあ、連携スキルで天獣戦、連携スキル持っているんで、まあ、闘技場ではもう連携スキルで使ってあげた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。もちろんですね、スキル1の諸行付与っていうのもめちゃめちゃ強力かなというふうには思うんで、まあ、別にいいのか、それでも。まあ、闘技場で使うにしても、スキル1を打つだけで、まあ、採用という形がいいんじゃないかなと思います。あるいは、まあ、連携スキルを付与してあげるっていう感じです。その理由がですね、結局このキャラクターを闘技場で使おうと思ったら、7覚醒までさせないといけなくなってくると思うんですけど、まあ、この7覚醒までしてしまうとですね、2回ですね、致命ダメージ無視による復活っていうのと、まあ、耐久力もかなりついてしまいます。80% ぐらいダメージカットっていうのは、割と余裕で達成できるような感じになってしまうので、かなりですね、パッシブ7を覚醒してしまうと硬くなるんですね。そうすると何が問題かというと、このキャラクターのスキル2なんですけど、まあ、最近の、まあ、MR 生徒のバッファーたちも、まあ、同じなんですけど、まあ、こちらのキャラクターのスキル2ですね、敵4名を2回攻撃する、まあ、敵を倒さなければ2回目の攻撃もしちゃうっていうところで、このキャラクターだけで合計8回攻撃してしまうっていうところがあるんですね。で、そうすると、まあ、最近のキャラクター全部言っていくと、ハクタクとか、まあ、宮殿玄女とか、で、こちらのコケビとか入れてしまうと、これらのキャラクター全員ですね、スキルに、まあ、実質2回攻撃しちゃうので、まあ、それだけで回すなら別にいいかなと思うんですけど、結局、まあ、メインの上杉謙信とかで回したいっていう なった時はですね、上杉謙信のスキル発動するまでに攻撃回数がめちゃめちゃ増えてしまって、結局ですね、まあ、まあ、68秒で、まあ、戦闘が終わらないという風な感じになってしまうと思うので、まあ、攻撃回数の観点から言うと、このキャラクターっていうのは敵の全体攻撃があるうちに落ちてしまった方がいいキャラクターかなという風に思いましたので、もう基本無育成でいいと思います。まあ、スキル2の解放すらいらないんじゃないかなと思いますね。まあ、私はちょっと昔使っていたっていうところがあって、6覚醒までしているんで、まあ、それちょっともう甘んじて受け入れますし、まあ、影光も、耐久値を上げた方がいいかなと思うので、MP の条件がレベルかける400増加っていうのはしてもらってもいいかなと思うんですが、このキャラクターが落ちにくくなるっていうのはかなりですね、マイナスポイントかなというふうに思いますので、まあ、7覚醒まではしない方がいいと思います、個人的には。なので、7覚醒解放してしまうと、まあ、ちょうど今、初心追走も来ていて、この後、初心追走、また年が明けると、初心追走あるかなというふうにも思うんですけど、正直ですね、やらない、そんなことに使わない方がいいかなと思いますので、まあ、私も6覚醒から落とすために使おうかな。なんかそのぐらいの勢いで、正直ですね、このキャラクターは、いやー、ちょっと結構育成しちゃってんな、でも。まあ、少なくとも7覚醒はしない方がいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、してもいいんですけど、でもする方はもう相当な方じゃないかなと思うので、まあ、しても、スキルに打つまでに落ちるような工夫をしてあげればいいと思いますが、ちょっとそれも難しいかなと思うので、まあ、基本的には、7覚醒はしない方向で行った方がいいかなと個人的には思います。ですね。まあ、あと、まあ、このキャラクターが落ちることによってコブですね、の倍率っていうのも上げることができるので、まあ、やっぱり、うん、個人的にはそのような使い方がいいのかなというふうには思いました。まあ、7覚醒めっちゃ強いですよね。まあ、情熱状態に入って、しかも状態状態性無視 100% つくので、まあ、スキル2を生かす前提であれば、7覚醒は前提みたいなところはあるんですけど、まあ、しかも敵に虚弱をですね、まあ、ポン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 反射でばらまくことができるっていうところもあって、まあ、モーガンいらなくなるぐらいの勢いのはあるキャラクターかなと、個人的には思いますね。まあ、ただ、
そういうのを生かそうとすると結局ある程度育成が必要になっちゃって、育成をしてしまうともう、戦役では落ちなくなってしまうというところがあると思いますので、まあ、うん、やっぱり個人的には育成しない方がいいですね。ちょっと皆さん気をつけてください。まあスキル1打つだけでいいと思うな、このキャラクターは。はい、という感じです。まあもし参考にされる方はですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。